皆さんこんにちは、深夜です。今日はボードゲームのこの天才画家本をやってみたいと思います。まずは8色のカードを7枚ずつに分けます。余ったカードをよく混ぜます。一番上のカードをめくりお題を確認します。この場合2枚目のカードが黒色なので黒色の文字のおにぎりがお題になります。8色のカードでおにぎりを作り、みんなに何を作ってるか当ててもらいます。今日はこれを一人でやります。ではお題を見ます。これは難しい。こんな感じかな。あ、これで、これを作って。はい、完成しました。さあ、何でしょう。はい、正解はお好み焼きでした。青のりで、これ生姜みたいな。で、これヘラ。どっからどう見てもお好み焼きです。では次のお題を引きます。あ、これは簡単ですわ。色がいい色がないな。こんなかな。はい、できた。さあ、何でしょう。はい、正解はマッシュルームでした。これ、こういう形の、どっからどう見てもマッシュルームです。では、次のお題に行きたいと思います。ああ、これは簡単だ。色がな。ちょっと白に白で見にくいかも。はい、できました。さあ、何でしょう。はい、正解はビールでした。これジョッキで、これ取っ手で、これ泡がってなってます。どっからどう見てもビールです。では、次のお題に行きたいと思います。色がな。黒でやっとくか。いや、これはむずい。
はい、できました。さあ何でしょう。はい、答えはバドミントンでした。これがラケットで、これシャトル、羽が生えてて、どう見てもバドミントンです。では次のお題に行きたいと思います。ああ、これはもう簡単だ。はい、完成しました。さあ何でしょう。はい、正解はカスタネットでした。これはもう赤と青で、カスタネットもそのまんまです。どっからどう見てもカスタネットです。では次のお題に行きたいと思います。これは色がちょっと難しいな。これで完成なんですけど、ちょっと分かりづらいと思うんで、感じかな。はい、完成しました。さあこれは何でしょう。はい、正解は電信柱でした。これはもう普通に柱が立ってて、これなんかちょっと出てるやつ。どっからどう見ても電信柱です。では次のお題に行きたいと思います。色がなぁ。うまいかも。ああ、足りない。逆にない方がいいな。これが逆にあえてやらずに、はい、完成しました。さあこれは何でしょう。はい、正解は象でした。もう長い鼻と目と目があって、耳があって、どっからどう見ても象です。では次のお題に行きたいと思います。わからんな。こんな感じかな。こんな感じじゃね。お、いや、こうだな。こうやって。しました。さあこれは何でしょう。
正解はクジャクでした。これはもうここが真ん中で、これクジャクが羽をバーって広げてる。でここくちばしがあって、どっからどう見てもクジャクです。では次のお題を引きたいと思います。これは難しいな。あえてこれでいくか。はい、完成しました。さあこれは何でしょう。はい、正解はタコ揚げでした。これもうタコで、これ糸でこうタコを揚げてる様子を表しています。どっからどう見てもタコです。はい、といった感じで天才画家本をやってみました。みんなもよかったらやってみてください。それじゃあさよなら。